Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. It's I. 皆さん、こんにちは。この動画はですね、神バンド紹介の2回目の動画になります。前回の動画では4人のギターの神についてご紹介させていただきました。動画を見てくれた方ありがとうございます。そしてたくさんのコメントありがとうございます。もしまだその動画を見ていないという方がいましたら、こちらからご覧ください。はい、早速今回の動画では、ベースの神とドラムの神をご紹介したいと思います。ボーさん、6弦ベースの奏者です。1982年8月14日生まれ、北海道旭川出身。15歳で4弦ベースを弾き始め、高校でロックバンドを組んだのが音楽活動のスタートだそうです。音楽専門学校に通っていた18歳の時に、当時の師匠から勧められたことをきっかけに6弦ベースに転向したそうで、日本においては6弦ベースを弾く数少ない奏者の一人だそうです。2004年、 AYA with Super Vibration に参加。2007年にサムシェードの元ギタリストライタが結成したロックバンドバイネックスへ加入。翌年にメジャーデビューするが、2010年には活動休止。あと個人的にびっくりしたのが、2006年に中島美嘉さんがナナスターリングミカ中島名義でリリースしたシングル「ひと色」のバックバンドをボーさんが務めていたということです。私は矢沢愛さんの原作のナナが大好きで、中島美嘉さんも割と好きだったので、当時映画も見に行きましたし、まあ、このパフォーマンスも見てるはずなので、今となって思えば、私が多分初めてボーさんのパフォーマンスを見たのはナナのバンドだったんだろうなと思ったのが、ちょっと個人的な発見でした。そしてこの時にバンドイメージに合わせてスキンヘッド化を刊行したそうです。そうだったんだ。ちなみに原作のナナではスキンヘッドのバンドメンバーはベースじゃなくてドラム担当のヤスっていうキャラクターです。ボーさんにサングラスをかけるとヤスになります。以降はスタジオミュージシャン業を中心に活動し、2013年に初めて神バンドとして召喚されます。それ以降ボーさんはほぼ固定メンバーと言ってもいいほどの活躍で、ツアーやショーに参加し続けています。2015年に参加したセッションイベントをきっかけに、ギターの藤岡美希夫さんとドラムの前田優也さんの3人で不定期で活動するセッションバンド仮バンドを結成。2016年にはジャズピアニストの桑原愛さんをゲストに迎え、仮バンドとしての初ライブを行いました。2017年、仮バンドのファーストミニアルバム「仮音源デモ」を発売。2020年にはセカンドミニアルバム2枚目をリリース。2021年にはライブアルバムを初リリースしています。ここでちょっと仮バンドの話をしたいんですけど、私このバンドの和風なビジュアルがすごく好きで、この仮音源デモのジャケットを見ると、もう本当に皆さん和風、和装がすごく似合うし、藤岡さんは一番和装が似合う体型で、すごい似合ってるなって思います。2枚目はカッコつけポーさんとカッコつけ前田さんですね。個人的に仮バンドの曲も好きで、インストバンドなので最近作業中に流したりしています。2枚目に収録されている ICU はバラード曲で、藤岡さんに捧げた曲だそうです。はい、話変わって、ボーさんと大村さんのトークライブ大ボーランというものがあります。もともとお客さんを入れて新宿ロフトでやっていて、今はオンラインで流してくれています。もうナイスコンビネーションで、完全にボケとツッコミみたいな感じなんですけれど、どんな雰囲気かはこの写真で大体伝わるんじゃないかと思いますね。もうコスプレの癖が強い。2人で配信しているんですが、たまにゲストを呼んでトリオになる時もあります。ボーさんがすごく喋るんですけど、もう一人の方がボーさんの1ターンで5回ぐらいボケるんで、そのボーさんは突っ込まなくちゃいけないから話が進まないっていう光景をよく目にします。というか全部ちゃんと拾うボーさんに私は感動しています。はい、2人の真ん中に藤岡先生の写真が飾ってあるのがあると思うんですけど、すごくねいいですね。この回でだったと思うんですけど、海外ツアー中の藤岡さんの話を聞けた回がすごく個人的には面白かったです。ちなみに「ボーの大暴走」というボーさん一人でやっているニコ生配信もあります。ボーさんのベースは国内外からとても評価が高くて、私が特に好きなのはアモーレの間奏部分のベースソロだったりとか、あとは悪夢のロンドンのイントロのソロが特に印象に残っています。めちゃくちゃかっこいいですね。
ロンドンのベースソロとかはリアクション動画をやってるその海外のミュージシャンの方とかも、もうこれはすごいってなっている方が多い印象ですね。はい、ということで坊さんですいません、尺を取りすぎましたまあいいか。じゃあ続いてドラムの神を2人紹介したいと思います。前田優也さん、1983年5月11日生まれの鳥取県出身です。前田さんは14歳の時にドラムを始め、同時にバンド活動も開始しました。バンドを始めたのはルナシーの PV を見てかっこいいと思ったからだそうです。10代の頃にメタルを始め、ジャズ、ラテン、ファンクなどあらゆる音楽を聴いたそうで、それが後に前田さんのプレイの幅広さにつながったのかなと思います。23歳の頃に上京し、ブルーマングループの音楽監督ビル・スワーズ氏に認められ同グループへの参加が決定。前田さんは後に自分に最も影響を与えた人物はこのビル・スワーズさんと当時組んでいたバンドのギタリストだったとブログに綴っています。現在はミュージックスクールにて講師を務めたり、アーティストのサポート、また仮バンドのドラマーとして腕を振るうなど様々な活動をしています。2014年にベビーメタル神バンドとしてデビュー、ロサンゼルスでのショーやカナダのヘビーモントレオールなどの大型海外フェスに出演、またレディーガガのオープニングアクトとしての北米ツアーにも帯同しました。日本では9月に幕張メッセで1日のみ演奏した後 USA UK ツアーに参加。このツアーでのロンドンのブリクストンアカデミーでのライブがこれまでのところ神バンドメンバーとしての前田さんの最後のショーであり、ライブインロンドンベビーメタルワールドツアー2014年として唯一デロニー映像作品に入っています。前田さんはタイトな演奏、また演奏の振り幅が広いという意見がファンやメンバーのコメントでよく見かけられたんですけれど、仮バンドの演奏なども見て確かにと思いました。ジャズっぽい曲にもすごくハマっていらっしゃる感じがします。すごく正確なんだけど同時に感情が伝わってくるようなドラムだなと感じました。ベビーメタルのライブの映像で前田さんの演奏が見れるものは数が少ないですが、個人的に2014年のブリクストンの、Catch Me If You Can の神バンドソロの締めがめちゃくちゃかっこいいって思いました。最後に紹介する神バンドメンバーは青山秀樹さん、1986年8月29日生まれ、神奈川県出身。2013年に亡くなった超有名ドラマーの青山純さんをお父さんに持ちます。青山純さんは山下達郎やミーシャなど数々の大物ミュージシャンの演奏に参加していました。また弟さんの青山祐希さんもドラマーとして活動していましたが、心不全のため2018年に29歳の若さでこの世を去ってしまいました。青山秀樹さんは同じドラマーとして父と弟の意思を受け継いでいきますとコメントしています。ドラムは中学2年生の時にやり始めたそうで、お父さんがドラマーだったので家にドラムがあってやってみたら楽しくてハマっていったそうです。初めて買った CD が近藤正彦のミッドナイトシャッフルで、初めてコピーしたのが多分この曲だったと大分欄で言ってました。青山さんはヤマハ製の2バスドラムを主に使用しています。お父さんが使用していたのは1バスで、若い時にこう特有のちょっと天の弱的な感じで、じゃあ2バスにしようとお父さんと違うスタイルを選んだそうです。青山さんは吉川浩二さんや美和さんなど様々なジャンルのミュージシャンのサポートやレコーディングに参加しています。特に多いのがアニソン歌手の方のサポートだったりとか、アニソンコンサートのサポートを多くされています。私の好きなアニソン界の方だとメインさんとか麻生夏子さんとか、あとワンピースのウィーアーでおなじみの北谷博さんとかですね、他にもたくさんいらっしゃいます。あとはももクロやエビチュー、ハロプロの椿ファクトリーなどアイドルのレコーディングにも多く参加していたりするので、個人的には神バンドの中で特に下界での活動に注目しているのが青山さんだったりします。そして今年の9月にビーズが主催するロックイベントにサポートで参加することが決まっているんですね。個人的に中学生の頃からビーズファンなので、もうこれは最高です。しかもお父さんの青山純さんは過去にビーズの様々なレコーディングに参加しているので、つまり父親がレコーディングでプレイしたものを息子の青山さんがライブでプレイする可能性があるということで、もうこれは胸熱案件ですね。
そんな青山さんが初めてベビーメタルのライブに参加したのは2013年のレジェンド Z。 ちなみにギターの大村さんもこの時一緒に初参加となっています。その後今に至るまでベビーメタルの多くのライブやツアーに参加しています。若い頃に影響を受けたのは XJAPAN や Mr. Big、レッド・ゼッペリンのドラマーのジョン・ボーナムは、子供の頃はそんなに思わなかったけど大人になるにつれて聞けば聞くほど凄さが分かったそうです。青山さんは正確でタイトなドラムと評され、またヘビーさと繊細さを併せ持つドラマーとも言われます。ベビーさじゃないですよ、ヘビーさです。ベビーメタルではロンドなどのドラムソロはもちろん、アモーレやアルカディアのドラムもすごくかっこいいなと個人的に思います。バックステージの青山さんは神バンドメンバーの中でも特におっとりしているイメージがあります。これまたプレイ中の青山さんからは想像できない柔らかい雰囲気を持ってまして、神バンドの方はみんなそうですけれど、なんか年を取らなそうな若い見た目だなと思います。あとは家族愛が強い方っていうイメージがあって、奥さんともすごく仲がいいみたいですし、あとお子さんとのツーショットもねすごく可愛かったですね。苦手なものはカレーとかスパイスの強い食べ物だそうです。はい、というわけで、神バンドの、日本の神バンドの主要メンバー7人を紹介させていただきました。前回の私の動画のコメント欄にもたくさんいただいたんですけど、もう本当にその神バンドがもしいなければベビーメタルは存在していないというか、今の形のベビーメタルって絶対にないので、もう本当にその神の方々には感謝ですし、すごいなって本当に尊敬します。もちろん演奏技術っていうのは言うまでもない方々なんですけど、私のこの動画の中では演奏技術の話っていうよりは、そうですね、バックボーンの部分を中心にお話しさせていただきました。はい、私自身が小学生の時ピアノをやっていたぐらいで、その演奏っていうところに対してあんまりちょっとこう深い話ができないのと、メタルについてね、あんまり語れないので、そういう形にしたんですけど、こうその人間的な部分というか、神々なんですけど人間なので、そういうところをね見ていけばいくほど、本当にすごく皆さん、なんて言うんですかね、人間性がとても豊かというか、明るいし、とってもこう愛されるキャラクターを皆さんお持ちだなと思って、ますます神バンドのことが好きになりましたね。もちろん調べていく中でやっぱり演奏がすごいなっていうところもねありました。このねセカンドパートはちょっとね喋りすぎてしまって、坊さんとかすごい喋りたい内容が盛りだくさんになってしまって、前回より全然喋ってしまったんで、個人的には神バンドをこう勉強し直してみて、なんかそのよりベビーメタルへの愛がまたまたこう一つ深まったので、すごくね良かったなと思います。これからもベビーメタルの動画を変わらずにアップしていくつもりですので、この動画面白かったよっていう方はですね、ぜひ高評価と、まだお済みでない方はチャンネル登録をぜひお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。今日も見てくれてありがとうございました。またねー。 See you。